んたが言ってた守護天使ってのは。あいつは言っちまったのさ。もともとあいつの所有物は脳みそとゴーストだけだった。もっとも本人はその存在すら疑ってたから。状況は？全ての出入り口を封鎖、2分後に突入の予定。旧家の最後の野郎だ。あんな疫病神に関わってちゃ命がいくつあっても足りやしねえ。ガイノイドによる殺人は今週に入ってからすでに8件。聞いていたんだろうな。なぜ旧家が動くのかを除いて理解したつもりです。まず遺族による告訴は一件も提出されていない。言っとくけど志願したわけじゃないんだぜ。最近のあいつを見ていると失踪する前の少佐を思い出す。撃たれる前に自殺しようとしていた。そうよね。まさか。人間はなぜこうまでして自分の似姿を作りたがるのか知らない。どうもありがとう、ミス。ハラウェイ、ミスもミセスもいらないわ。